私の名前は、自他共に認めるドキュンネーム。どこぞのファンタジーって名前。ひらがななので、一発読みはできるけど、ぎょっとされるし。本名なのに。偽名ですよね。本名を教えてください。って言われ続けたので、身分証を提示するのが当たり前になっている。例えて言うと、名前は、田中エルフ、とか、鈴木ウンディーネ、とかそんな感じの名前。一応、エルフという名前として、中学生の時に、エルフって名前をずっとバカにしてきた、同級生の A 子がいた。いや、もうバカにされるのはごもっともで。幼稚園、小学校の友人が今まで、キモい名前、と言ってこなかっただけで、A 子の感覚が逆に普通すぎて、怒りも嫌悪感もなかった。A 子は、毎日、頭おかしい名前。ブスのくせに、よく、そんな名前で生きていられるね。私なら死ぬ。生き恥さらして恥ずかしくないの。本当に気持ち悪い。同じ人間に生まれてることがおかしい。などなど。後半は、もう私への悪口だし、人として認められないほどなのか。とか思ったけど、悪口だけで、殴られたり、教科書隠されたりしてなかったので、スルーしていた。周りの子たちは心配してくれたし。先生からも、A 子に注意、親を呼び出しての指導とかしていたけど、私自身が、ハイハイとスルーしていたので、そこまで問題にもならなかった。A 子とは中学だけの縁で、その後関わりなく、進路も別だったので、中学の同級生に会うと、A 子の話をされたりもしたけど、そんなこともあったなぁ、と気にも留めなかった。そんな私も25歳になって、旦那になった人は、私のファンタジックな名前も気にせずいてくれて、娘には、私と違って、普通の名前をつけて、平和に暮らしていたとき、同級生から連絡が来た。A 子に子供が生まれたらしいけど、子供の名前、私と同じ名前をつけたらしい。もうね、びっくりするというよりも、はぁ？って声が出た。あんなにも私の名前をバカにしておいて、私と同じ名前をつけるとか。A 子は、今でも付き合いのある子たちには、素敵な名前でしょ？ずっとずっとつけたかったの。と自慢しまくってるらしい。一瞬、つけたかった名前、イコール、私の名前で、私に対して怒ってたのかと思えば、それって、私さんと同じ名前よね。って、周りの子が言うと、そうよ、でも、照れて本人には、あなたの名前、素敵よ、ってそんなこと言えなかったんだからね。と、お前、ツンデレにも程があんだろ。って、天に向かって叫びそうになったわ。名字は知らんが、エルフちゃんか、エルフくんに、幸せがありますように。ちなみに、私の名前をつけたのは、昨年98歳で亡くなった祖父祖母。なんで、そんな名前をつけたのか聞いたところ、好きだった俳優が、その種族の役をしてたから、らしい。それを、うん、いいよ。と言って提出しちゃう両親も、赤だけどね。それこそ、A 子に暴言吐かれた時に、おかしい名前って気づいたらしい。弟と妹は普通の名前だから、おかしいの気づくだろ、バーカ。